伝道とは、長道と並ぶ古代日本の建築様式の一つ。法隆寺近道や幸福寺東金道などが代表的。一般に大規模でかつ、豪華、壮麗な建築物。特定分野における中心的な機能を有する建築物や場所。特定分野に功績のあった人物を記念するための施設、場所。本校で称述。バルハラ神殿伝道とは、 ある分野において特筆すべき業績を残した個人、もしくは団体の栄誉を称える目的で設立される、博物館、検証館を言う、名誉伝導、ホール・オブ・フェームとも呼ばれる。優れた業績を持つ人々を一箇所に集めるという発想は、19世紀にバイエルン王国のルートビヒ一世がドナウガ沿岸に建設したバルハラ神殿にも見られる。 これは戦死した英雄たちが集まるという北欧神話に登場する城、バルハラにちなんだものである。今日、アメリカ合衆国、カナダなどにおいて多く見られる伝道は、記念の彫像、彫像が記念品などが陳列された実際のホールや博物館として存在しているものもあれば、より象徴的に特筆すべき人物の使命が列挙されたリストが組織によって管理されているのみの、 場合もある最近はインターネット上のウェブサイトとして作られている例もある。ハリウッドウォークオブフェームのように路面に記念プレートを埋め込んだ景式のものはウォークオブフェームと呼ぶ。英語圏ではホールオブフェームの範囲語としてホールオブシェームという写楽が使われることがある。米国における最初の伝道は1900年にニューヨーク大学によって設立された偉大な 米国人の伝道である。議論の余地はあるものの、最も有名な伝道は、ニューヨーク州クーパーズタウンにある、アメリカ野球伝道である。ここは、しばしば単に、伝道あるいは、クーパーズタウンと略される。一般には、スポーツの世界のそれがよく知られているが、看護学、成人教育学などの学問分野、ベストジーニストといったファッション分野でもそうしたものを、設けている場合がある。 ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム・アメリカ野球伝道博物館ありがとうございます。